北関東のフランシダイブ法学部4年の女です北関東の実家から通ってます。就活中で業界を絞らず受けており、職種は事務系志望です。ダンスが好きなので、それを仕事にしたかったけど、それは無理なので、せめてダンスのイベントに行きやすいように東京での就職も兼えています。業界や職種勤務先勤務地のおすすめをし,ようしです追加で残り1年の大学生から充実させるです。やった方がいいことをしてください。えっとですね。あの、もし東京に知り合いとか親戚がいるんだったら、あのそこに住んでるとでっち上げてください。 あのやっぱりその北関東だとなかなかその仕事を見つかりづらいしその東京の会社もあの実態として東京に住んでる人とこれから一人暮らしする人どっちするかっていうと結構あのグレーなんで要はその一人暮らしを始めて何かトラブったりするとやだよねって言ったりするのでどちらかというと東京にすでに住んでる人の方が安全だよねっていうので選ばれる可能性があるんですよね。 なのであの、東京の知り合いとか親戚の家に住んでますっていうのをでっち上げて、東京在住ですっていう方が浮かぶる可能性がちょっとだけ上がります。別にそれが、あの、その理由で浮かるとかあの、そのせいで落ちるとかっていうほどではないんですけど、でもやっぱり採用側としては、東京の会社だとすると、東京に住んでないやつを取るっていうのはちょっとリスクだったりするんで、なのでそこら辺の対応してもいいんじゃないかなと思います。